こんにちは、伊藤直之です。今日はですね、私が住んでいる大阪港区店舗にあるの海遊館ですね、ちょっとバックに、ちょっと撮ってみました。台風がなんか近いのかちょっとわかんないんですけども、風が吹いてましてですね、果たしてこの動画を撮って後から見たら音がどんだけ入ってるかわかんないんですけど、ちょっとお聞き苦しかったらまあごめんなさいなんですけども、ですね、今日お届けするこのメッセージはですね、なんだっけ、よくこうね忘れるときあるんですよ。ふと思ったことをですね、話そうこれ思うんですけどね、時々こう忘れてしまうっていうこともあって、ああ思い出すってやつあるんですけども、なんだっけ、あそうそう、ですね、エネルギーをですね、消耗しないっていうんですかね、エネルギーをまあ大事にしようっていうことをですね、お伝えしようかなと思うんですけど、まあそもそもエネルギーって何ぞやっていう話なんですけども、まあ私たちは身の回りのエネルギーって言ったら電気、ガス、水道とかそういったまあエネルギー、みたいなものなんですけども、私たち人間にもですね、そのエネルギーっていうのがですねありましてですね、まあ心と体のエネルギーとかですね、まあありますけども、まあ、体のエネルギーっていうのは体をですねこうどれだけ動かせるかみたいなエネルギーとかですね、まあ心もそうですね、お伝えしますと、まあ、心のエネルギーなんですけども、ですね、何だっけ、思い出せないな、そうそう、その心のそのエネルギーっていうのがですねすごくこう大事なわけなんですよ。でまあ、心と体っていうのはですね本当にこうつながっているんで、心でどれだけその大事にしているっていうことをですね、まあ、本来でしたらですね自分がこう受け取るべきものをですね、まあ、見逃していたりするとですね、それがちょっと体に出てくるっていうのがですね特徴がありましてですね、よく体がどっか悪いなっていう時はですね、どこかにですね、こう見逃しているっていうことがですねあるんで、まあお知らせみたいなもんなんですよね。体がですね反応するっていうのはですね、いかんせんですね、私のその中でですね何かちょっと、分かっていないから、ここちょっと気をつけた方がいいですよっていうことをですねちゃんと体がまあ教えてくれて、いるわけなんですけども、それですね、その、ここのエネルギーですねというのはですね基本的に、まあ、感情エネルギーなんですけども、朝がですね満タンで夜がですねだんだんこう減っていくわけなんです。消耗していくっていうわけなんですよ。で、僕がですねよくその朝がいいっていうのはですね、朝起きた瞬間っていうのはまさにその感情エネルギーっていうのがですね満タンな状態、まあ、人っていうのはだいたいその寝ることによってですね、いろんなその体のエネルギーもそうですし、心のそのエネルギーっていうのもですね、回復させるっていうことがこうできるわけなんですよ。ですのでその寝るっていうのがですね大事っていうのがまさにそうですね。人間はだから、ね、寝ることによってですねそういうことをまあ回復してい、くわけなんですけど、でまあそれがですね人によってその何ですかね取り戻し方っていうのがまあいろいろあるんで、まあ、心地よいですねパターンっていうのをですねまあ知ってるといいですし、でやはりですねその、まあ、無理をするっていうこともあるんですけども、あんまり無理をしてしまうとですね今度逆に戻らなくなって、また体がおかしくなるっていうのもあるんで、本当に体とね心と体っていうのはうまいことこのバランスっていうか微妙にこの何ですか、科学的にその解明っていうんですかね説明はできないんですけども、でもやっぱりそういうことってあるじゃないですか、不思議なことって、まあ、ああいうことなんだなと思うんですよ。本当にこの心と体っていうのは嘘つかないなっていうのが正直なところなんですけども、で
そのですね、感情のそのまあエネルギーっていうところがまあ大事っていうのをですね、まあ、お伝えしたいなっていうことで、お話をしているんですけども、その感情エネルギーですね、いろんなことでやっぱりその動くわけじゃないですか。で、その動くっていうのはですね、やはりまあ人間だからやっぱり仕方ないんですよね。僕もやっぱりその感情っていうのはですね、いろいろこう日々ですね、虫が飛んでます、動いてましてですね、できるだけそのなんだろう、動かないっていうことっていうんですかね、まあそれも完全にはまあできないわけなんですけども、ただですね、その感情ですね、そのエネルギーをですね、まあ使うっていうことに対してそのまあ罪悪感を持つ必要はないんですけども、その感情をですね、ちゃんとやっぱり感じるっていうこと、まあそれがですね、やっぱりそのなんだろう、使っているのにこのわからないままでいるからですね、やっぱりわからないっていうことになるわけなんですよ。だからその感情がですね、どういうふうにやっぱり動いているっていうことをちゃんとですね、自分の中でこう感じてあげるっていうんですかね、というのがやっぱり大事なんだなっていうことですし、でどういう時にですね、その感情のエネルギーをよくこうなんだろう、動いてるっていうんですかね、っていうのをですね、日々ですね、こう観察していくとですね、よりその自分のその感じ方っていうのをですね、どんどんこうよくわかるっていうんですかね、あ、こうしたらこうなんだろう、一番その自分のそのエネルギーを使っているっていうことを、まあもちろんわかるわけなんですけども、自分のですね、そのやっぱり動いている感情っていうのをですね、しっかりと、見ているとですね、どういうことでやっぱり動かされているっていうのがですね、分かるんで、でその動かされている、よく動いているっていうのがですね、その自分にとっていいのか、それともちょっと悪いのかっていうの、まあ居心地が悪いっていうんですかね、どうもちょっと違うなっていう違和感ですかね、そこをですね、知っていくとですね、まあ気づ、その今ですね、自分がこう気づかないといけないっていうんですかね、なんかこう思い込んでるというんですかね、そういう勘違いですね、気づくっていうこともありますし、で、よりですね、そのいい方に動いているんだったら僕いいと思うんですよ。でそういういい方に動いているんだったら、それは自分にとってですね、本当にその私の幸せにとって、それはいい風に進んでいると思うんですけども、で違和感とかそういったことをですね、問題とかいろいろあるんであればですね、それは何かちょっと今気づいていかないといけないなっていうことがですね、多分こう何か起こっていると思うので、それをですね、まあ、ちゃんと受け止めた上でですね、そういう自分のその感情のその、まあ、エネルギーですね、まあ、心と体と一緒になってですね、知っていくと非常にですね、いいんじゃないかなっていうですね、バランスを取るっていうんですかね、でいいなっていうふうに思います。であとですね、もう一個付け加えるとしたらですね、私は今体をですね、ポスターっていうところで、まあ、鍛えてるんですけども、そこでですね、鍛えていくとですね、もちろんその体のですね、調子がまあ要は僕47歳なんですけど、少しですね、ちょっと若返ってきているなっていうんですかね、やっぱり体の調子もまあいいなっていうのもあるんですけども、で体のですね、調子が良くなるとですね、また逆にですね、その心っていう部分でもですね、その、余裕が出るっていうんですかね、感じ方もですね、またちょっとですね、リフレッシュっていうんですかね、なんて言ったらいいかな、ちょっと心の中でですね、まあ、余裕っていうんですかね、なんかまあ出てきたなっていう感もあるんで、まあその心をっていうんですかね、感情をまあリフレッシュする、まあ、それはですね、まあ、日々ですね、こうお休みするっていうのもあるんですけども、鍛えるっていうこともですね、いいなっていうのもありますので、ぜひこちらもですね、合わせて、見てですね、そのエネルギーっていうのをですね、まあ、自分の人生なんでね、本当にこう有効に、使うっていうんですかね、してもらったらですね、この本当のこの私らしい幸せに、随分とですね、お役に立っていくんじゃないかっていうふうに、思います。
はい、では伊藤直樹が海遊館の前からお届けしました。ではまた。